1242日本放送です。ナイツザ・ラディオショー、東貴博さん、黒沢和子さん、お疲れ様でした。そして日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信行です。花信行です。火曜パート内席スタート山崎圭です、はい、ナイツラジオショー本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますね、はい。K の会はまだやってないんですよね。K の会はまだなんですよ。7月に開催予定なんで。7月に開催で、はい、あの K 子と一緒に。K 子と、はい、江上恵子、ニッチェの、はい、山崎恵、はい、そして安田恵、はい、うん、それだけ。K の会、はい、今のとこ3人の予定です。ね、増やす予定もない。私には特にないんですけども。先週いっぱい候補出ましたよね。そうなんですよ。ショーン K まで行きました。そうそう、ショーン K まで行きました。クリスタル K。クリスタル K。はい。君付け。あれでも、ショーン K さんってショーン K さんじゃなかったんでしたっけ？名前変わったんだっけ？ショーン K さんは川上さんでしょ？あ、そうなんでしたっけ？川上さんになったの？だからショーン K さんじゃない。名前は変わってはないんだよ。そもそも違った、ショーン K さんって名前じゃなかったんじゃなかったでしたっけ？だからホラ吹き野郎、なんだっけ？なんかあったよね。あの、ホラッチョみたいなやつ。ホラッチョ。ホラッチョ川上みたいな。ホラッチョか、そうだ、ホラッチョ。なんか、何でしたっけ、それ。いや、わかんない。なんかありましたよ。ショーン K さんだわ。じゃなかったの？なんか、ショーン K さんじゃなかったんじゃなかったでしたっけ？名前変わったんじゃなかったってどういうこと？その名前、別にそういう名前じゃなかった。偽物だったってこと？その、芸名みたいな。ああ、まあまあ、そうだろうね。多分、それはそうでしょ。芸名だよね。だから、そういう、なんか、うん、変な、アメリカ、外国っぽくなかったってことが分かった、うんうん、そうそうですよね。なんか、なんていうか、こう、熊本レーナーだったってことだね。そう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 。詐称の一つに入ってたってことですね。そうですね。詐称なんかいっぱいある中の一つに。で、うん、今度、うん、あれでしょ、また、うん、山崎でやるんでしょ。あ、そう、笑ってこらえての、明日の放送ですかね、山崎スペシャルっていう、うん、まあ、ただ3人だったんですけど。3人なんだよ。はい、もっと言ってたの。いや、そうなんですよ。私もそのなんか山崎祭りっていうくくりで、呼ばれてますってマネージャーから最初言われて、うん、あ、そうなんだって思ってて、アンケート送られてきて、うん、山崎あるあるとか。山崎あるあるとか、山崎で良かったことはとか。難しいね。頭を抱えながら、うん、ああ、でもそう言われてみたらこれがあるあるか、とか思いながら、まあ、まあ、ないことはないですよ。考えれば先と先の読み間違いぐらい、字、まあね、のパターンも何個かある。ああ、まあそうか。ちなみに注意書きで、それは前回の山崎祭りでやってた。2回目、2回目の開催。2回目の山崎祭り、そう。なんかでもある、パンが好きとかでしょ、パンが好き。でも山崎パンはやっぱりあるあるとして出てきますよね。ひいきにするとか。やっぱ小学生の時とかによくやっぱ山崎パンの車通ると、うん、うまいんちの車通ってるぞとか基本ですね。あ、男子という生き物がやっぱ行ってくるんで、うん、左に曲がるって言うとかさ、ね、左に曲がりますって言うんですよ、山崎パンの車。お前が曲がるって言われたところでね。そうなんですよ。とかね、まあ、ありましたよ。あるんだね。あるでしょ、でも名字のなんか。ないよ。あるわけないだろう。花輪あるあるなんて絶対あるじゃないですか。花輪くんのことでいじられるとか。ああ、そう、ちまる子ちゃんの花輪くんは絶対言われる、ね。ああ、まあでも、そうだね。うん、まあでも、小学生の時だもんね。ドンピシャでしょ？ちょっと字は違ったけど、あんまりそっちはあんまり、うん。本当ですか？いじられなかったかな。そうなんだ。まあ、花輪とかって、花に輪っかとか、やられたけど、うん。あの、花に輪っかじゃないからね。あ、そうか、そうか。うん、まあ、あと、土辺に高いか、花輪って読めない。あ、そうですね。最初まず。うん、確かに。読めないね。ね、それで、なんか、なんて読むんですかみたいな言われたりする。多分、この前、一緒に共演した若い女優さん、絶対読めてなかったなっていうのは、ちょっと感じたよね。うんうん、あ、そうなんだ。まあ、おそらくね。何も知らないんだよね。なんか、カンペに、なんか僕がそういう部長の設定だったんですよ。なんか部長っていう、なんかドラマの番組で、で、はい、花輪部長って書いてあったんですけど、かたくなに部長しか読まなかったんですよ。だから花輪を避けた。分かってないだろうな。察したよね、俺は。部長部長そういうの敏感に察すると、こっちが分かるよね、それはね。まあ、漢字難しいから。まあ、そうですね。あったかもしれないけどね。あるかもしれないけどね。土屋はあるでしょ。土屋もないよ。土屋ってなんで何もないじゃない。土屋パンみたいなのないじゃん。土屋カバン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 も。ポーター。あ、え、あれ吉田カバンでしょ？あ、吉田カバンか。土屋カバンもなかった。土屋カバンは静岡の、すごい、何、ランドセルとかが有名な。あるよ、ね。あるんだ。あるけど、あれはでも、子供の頃とか全然知らなかった。なんか、ないか。じゃあ土屋はあるある。ドリフトキング。ケイジぐらいだよ。そう、本当ドリフトぐらいだよね。ケイジさんで初めて、
見たかな、土屋。意外と確かに土屋さんって。いや、だから大人になって割と、あ、いるな、ぐらいの感じで、子供の頃全くいなくって、でも高校になったら土屋がちょっといたんだよね。で、土屋信雄がいたんだよね。信雄と信幸、まあ、そこまで。それは似てるね。うん、そこまで似るんだっていうやつがいた。字は違う。ノブまで一緒。ああ、相当似てんじゃん、それ。うん。それぐらい。うん。それは土屋あるあるじゃないから、ね。たまたま。わかんないですよ。いつか呼ばれるかもしれないですよ。笑ってこられての。土屋会土屋祭りで。土屋、まあ、だから3人で行けるんだったら呼ばれる。土屋アンナさんと土屋信幸と。はい。あともう一人なんか、番宣系ですね。土屋レオさんもそう。電波少年、ね。電波少年土屋。うん、だ今回もやっぱ山崎健人さんの、番宣で呼ばれてる感じだったので、一人だからやっぱ若手のその俳優枠がいますね、多分ね。それに付随して、こう芸人一人と、なんか女の子一人みたいな。考えるんじゃないよ、構成は。構成上呼ばれた感じありました、ね。それあの山崎玲奈さん、あ、そう、山崎玲奈ちゃんって子がいて、あの、乃木坂の、絶対そっちだと思う、ね、山崎玲奈さんのラジオやってると思ったら、あの、ホリプロの山崎玲奈ちゃんっていう、17歳の。いるのよ。ピーターパンとかやってる。この前、郁恵さんとなんか話したけどね。あ、そう、うん。ピーターパンやってるから。可愛らしい感じの子で元気いっぱい、うん、もう同姓同名、そう、ほとんどレナまで一緒、山崎と山崎の違い、こういうのってさ、なんかプロダクションでちょっとさ打ち合わせしないのかな、こんなにさ確かに似ちゃうとさ、まあ本名とかにしてもさ、あの表記がもう似てるじゃん、逆に覚えてもらえるみたいなことなんですかね。でもどうなの、あれマシコデラックスみたいになってると一緒だけどカタカナでマシコデラックス、マシコデラックス、それはもうモノマネ芸人じゃん、もうだ完全に確かにそれはもう寄せに行ってるじゃん、たま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 ってことはないじゃん、マシコデラックスあ、ないか。だってさ同じ事務所で、宮川大輔さんそうじゃん、ああそうですね、大輔師匠がもう本当だ、漫才 大先輩でいるのに、そうだ、宮川大輔でそのままやって同じ事務所っていうのは、そんな、何も言われないのかな。山本圭一さんもそうだ。俳優の山本圭一さんと極楽とんぼの山本さんもそうだ。そうですね。俺思ったもん。ああ、確かに。うん。だから一つ屋根の下、再放送の時に、はい、あれ、極楽とんぼ山本さん出てたなと思ったもんね。そうだね。ね、そうそうそう。同じ人いるよ。こんだけいると、やっぱ同姓同名がいるんだよね。そうだね。ね、意外といるんですね。意外にいるんだね。山崎怜奈さんね、でも字は違うもんね、そうみたいですね、字はちょっと違いますね、でもザキヤマさんとかいなかったんだ、じゃあいらっしゃらなかったです ね、うん、いっぱいいるよね、山崎も他には、そうですね、山崎さんは結構いますね、あ、いるでしょう、まあ、山崎まさよしさんとかさ、山崎さんもさんね、一番すごいのはね、そうですね、山崎ぐらいいっぱいいたらそうだな、山崎の会とかやってもいいかも、本当に番組の企画を考えるのって大変だよね、本当だ、それはもうずっと、もうジョンソンの企画を考えてんだけど、ジョンソンの企画をずっと考えてる、いるの、ジョンソンに知り合いの作家さんとかいて、いない終わっちゃったから終わるってなっちゃった、考えてない、その発表するとこないじゃん、別に、だからなんかもうどうしたらよかったんだろうって勝手に、終わった番組の企画をなんか考え、終わるってなってから考えた、終わってなってから考えた何の意味もないんですよ、何の意味もない、そう、モグライダーに言うとかじゃないんだ、別に、どうしたらよかったんだろうってこう考えてて、はい、どうしたらよかったの、そう、企画考えるの大変じゃない、絶対そうですよ、かまいたち、モグライダー、ニューヨーク、そう、見取り図を4組じゃ使って、なんか面白いことやってさ、ほんとわかんない。わかんない。さっきも、おどおどハラハラが終わるね。ああ、はい。で、何やる、もしオードリー、ハライチですったら、わかんないですね、ってなってさ、そっから考えるの大変だよ。どんな企画やっても、なんかさ、そのメンバーを行かせてないとか言われそうだし。言われるよ。ミレニアムズだって、最終で最後までなんかやっぱり。あったじゃん、人気コーナー。解散怪人花ワンあったじゃん。あれはもう最高だったよ。解散怪人花ワン。ミレニアムズって、はい、オードリー、ナイツ、うん、はい、流れ星。あと山ちゃんね。南海キャンディ、山ちゃん。馬ラッシャー。馬ラッシャーは5組で、2000年結成だから、始まった、なるほどなるほど。1年やったんだっけ、うん、?1 年で終わっちゃったんだけど、その中の、解散芸人花ワンつって、なんか無理やり解散させるために、なんか動く怪人みたいな感じで、花丸大吉さんを。花さんが、
コンビが解散した時の、うん、なんか、ツイッターとか、ブログ見るのが好きっていう悪趣味を、うん、趣味を言ってたら、うん、じゃあそれをコーナーにしましょうって言って、うん、そのいろんなゲストの芸人二人、うん、コンビ呼んで、うん、で、解散させようとする怪人みたいな。悪いこと言わせたりとか。そうそうそう。うん、お互いのなんか悪いこと言わせたりとか。こっちが面白いと思ったとこ全部、カットされてたから、俺はちょっとこのスタッフとはできないと思ったね。やっぱり、花丸大吉さんが、うん、ゲストだったの。はい、で、花丸大吉さんを呼んで、無理やり喧嘩させて、うん、解散させるみたいなことをやろうとして、うん、で、花丸大吉さんをなんかシアターみたいなのを呼んだのよ、フジテレビ、うんうん。それで、あれ、花丸いないぞって言ったら、うん、上から、うん、なんか今回上から出てきましょうとかって言ったから、うん、上からクレーンみたいので、つるさいで、花丸ですって出てきて、もうそれでいいじゃん、うんうん、ね、だけど、うん、なんか俺がまたさ、こうなんか大相撲のさ、うん、なんかこう格好で、うん、なんか弓取り式みたいな格好でボケちゃって、うん、どうも、なんだっけな、松鳳山ですみたいなボケしちゃったの、うんうん、一応福岡出身だからなんかそういうなんか花大さんに合わせて、ね、合わせて、うん、そしたらもう、まあ、誰も笑ってなくて、うん、それでそこカットされてたのね。そんなわざわざ吊るされてるのに。いや、でもさ、花さんが悪いでしょ、それ。いやいやいや。別にいいじゃんな、クレーンをさ、クレーンまで動かそうですね。クレーンごとカット、うん、クレーンごとカットだよ。そんなお金かけて。クレーンごとカットカットだよ。別に滑ったってことでも、なんか面白くね、うん、いじったりとかすれば。そうだない、そうでしょ、うん、何なんだよ、それみたいなさ、いきなりもう俺が横に座ってる状態から始まって。いや、花なんだとかしたら、いや、申し訳なくなっちゃって。クレーンの人とかさ、そうね。翔山が悪かったのかなってなる、なるんですよね。やったね、ミレニアムズね。考えたんですか、コーナーさん。ジョンソンは、ちょっと考えたんだけど、うん、やっぱり、TBS の強みってね、そういう、フレンドパークみたいな、ゲームとか、サスケとかいうセットとか、なるほど、なるほど。かだと俺は思ったのね。はい、で毎週ゲストを呼んで、楽しかったじゃん、あれ見てて。めっちゃ楽しかったです。フレンドパーク。大好きでした。そう、ね、そうでしょ、はい、で、あと、まあ、風雲竹市場も好きだった。やっぱ大道具の TBS、うん、大道具の。だから、まあ、まあ、そのちょっとどういうのか、まあ、具体的ないですけど、まあ、まずこう、先方見取り図が出てきて、はい、見取り図と対戦して、勝ったら、今度ニューヨーク、はい、みたいな。で、勝ったら、モグライダー。五重の塔感じなの、ね、で、大将がかまいたち、うん。で、かまいたちを最後倒すと、うん、もう、ドゥーンってジョンソンというのが出てきて。うん、ジョンソンが出てきて。ジョンソンが出てきて。で、ジョンソンっていうのは一体何なのかっていうのを、最後までわからないまま、みんな最後までいかないの。いかない。絶対いかないの。うん、でも、1年ぐらいやったら、やっとジョンソンまでたどり着いたっていうやつが、出てきて、そのジョンソンが何なのかっていう、うん、ここはまだ決まってない。ま, まず見取り図とマシュマロキャッチ対決ね、見取り図と。あ、そんな簡単なセットの TBS はどこ行っちゃったんですか。ね、大道具使うっていう。ポーンっていうやつだよ。スパーンっていうやつだから、すごい大砲みたいなやつ。バズーカみたいな、はい。バズーカマシュマロキャッチだ。さっき見取り図、ウィキペディアで調べたら、マシュマロキャッチが得意だって出てきた。で調べてる。ちゃんと企画考えてる。何メートルでもいけなかったから、まあ、森山に、もうそれをプロフェッショナルになってもらって、うん、もう誰も勝てないと。うん、だけどなんか知んないけど、その反射神経いい俳優とかが、勝って、うん、お、勝った。みたいな、それぞれの得意分野で迎え撃つ。そういうことです。ニューヨークは、空手割りとか。はいはいはい。で、モグライダーだと、芝くんのイントロ、はいはい。とかあんじゃん。うんうんうん、あ、じゃあもうチーム組んでいくわけか、うん、それに対して。そう。ね。で、最後、かまいたち。フレンドパークのチーム戦の時に。そうそうそう。かまいたちは、ハイパーホッケーなんかの、はいはい、エアホッケー。ケーうん、フレンドパークじゃん。本邪魔かさ。急にそのまんま。本邪魔か。本邪魔かさです。だってあれ、本邪魔かさん倒せなかったじゃん。そうですね。うん、まああれ楽しかったね。本邪魔かさん出てくるところ楽しかったね。だから俺それでよかったんじゃないかな。確かに。本邪魔かさんに。勝ったんじゃん、毎週。勝った時嬉しかったもんな。嬉しかったでしょ。だから、かまいたちが絶対勝てない、うん、強すぎるやつを一個、やると、よかったのかな。うん、で、つなぎきて飛んでくっつくやつあったじゃん。うん、はい。フランキー。フランキー玉川さん。あれをともしげ。ともしげ。あれともしげ。あれともしげ。あ、だフラン、玉川さんっぽい。ぽいじゃん。確かにぽい。あいつ、一年間あれだけを期待させて、なんかもう人間じゃ、たどり着けないぐらいの距離をともしげが、もう飛ぶようになったら、
なんか面白くない？ああ、面白いですね。うん、ありそうだね。で、最後、ディーンって、ジョンソンとか出てきて、まあ、AI だね。AI？ ジョンソン AI か。AI、もう、あの、コンピューターです。はあ。はい。だからもう何しても絶対に勝てないです。いや、何をするの？ AI と何を対決するの？確かに。AI と何対決するのかな？それで勝ったら、まあ、1000万円みたいな。めったに勝てないでしょ？めったに勝てないが面白いよね。たけし城もめったに勝てなかったじゃん。そうそうそう。あれはなんかやっぱり、毎週やるとしたら、こういうやつかな。いや、でもやっぱお金かかるんじゃない？それはもう本当に。マシュマロキャッチャーなんかあれ金かかんないだろ。空手の、変わらありかかんないでしょ。まあそうですね。まあ、絵的にしょぼかったら結局見ないからね。まあそうですね。やっぱ大道具だもんね。やっぱ竹市場みたいなやつだったらね、見るけど。難しいよな。難しいと思う。どうするの？オードリーとハライチ使って、じゃあ何やるかって言っても難しくない？まあそうですね。何やるのって話じゃん。難しいよな。家に行くやつやつだよね。芸能人の家に行くやつ。そうなんだ。豪邸。豪邸に。あれが人気企画。なるかもしれないですけど、もうちょっと終わっちゃった。新しい鍵は、あの、学校かくれんぼみたいなやつがすごいヒットしてるから。テレビあんまりもう、ケイちゃん見てないかもしれない。テレビ、当たり見てないですか？もう全然。だから、今のでわかりました。なんか、この前、なんかヤフーニュースかなんかで、どこどこの曲、どっかの曲も、ついにかくれんぼ参戦みたいな。あ、今そういう感じです。なんか、鬼ごっこが、多いみたいのは聞いたことある。逃走中もそうだもんね。そうそう。だから、それは分かったんですけど、ま、どこどこもってことは、どこでかも今やってるんだと思ったのが、今、あ、新しい鍵が、学校のやつやって、かくれんぼしてんだっていうのを今知りました。ちょっと全然見てないから。結局、その、やっぱ、高校生とか、やっぱその、若い人たちが見てくれる企画を考えられるかどうかでしょ。まあ、そうですね。そう、だからやっぱ見ないよ、この世代は。え、この世代も見ない。俺めっちゃ見てるけどな。かくれんぼ？学校かくれんぼ。あ、かくれんぼたまに見るよ。あ、そう。まあ子供がいるからかもしれないけど。あ、そうじゃない。子供と一緒に見るのはあるけど。昨日なんかフジテレビでやってた、あの、まあなんかドラマの始まる前にやる、あのドラマの人たちが来るじゃん。番宣。番宣みたいなやつ。あれの、途中で、なんか、みんなで、あの、かけるんだけど、その、VTR の。それは結構面白くて、東京タワーって600メートルあるんだけど、階段、600段。600段。で、階段を600段、登るのを、あの、世界チャンピオンの人がいるのよ。階段登り。それ、クレイジージャーニーで見たことあったんだけど、でも、その人が、あの、絶対勝てないだろうと。600段。ものすごい速さで上がるから。それで、その人と対決するっつって、元阪神の糸井さんと鳥谷さん。で、鳥谷さんは400メートルのなんか番組でもう相当体力あるっていうので、まあやって、で、まあ糸井さんはちょっと大きいけど、もう盗塁王とか取ったことある人じゃん。それで、で、もう一チームが、あの、ラグビーの山田選手ってあの、ものすごい足、瞬発力のある人と、あと山の神の、神の大地。箱根駅伝の人？箱根駅伝。を、まあ、武井壮が主角で、武井壮はちょっと僕は多分勝てないから、でもこの監督みたいな感じ？監督で、この二人だったら勝てると、なんとかさんが。で、まあ、糸井さん300段。鳥谷さん300段。で、こっちが山田さんは200段。で、山の神の神の大地400段。分けて。リレーでね。で、600段。で、やったんだよ。すっごい面白かったよ、それ。まず、糸井さんがすごい速さで行くんだけど、もう150段ぐらいから、鳥谷さんが行くんだけども、スピードが超落ちて。で、それ言ってたの、そのチャンピオンの人も、どんなに体力ある人でも、階段、舐めちゃいけませんと。もう100、200段ぐらいで、絶対にスピード落ちます。200段って何回分ぐらい？何回分ぐらいだろう。まあ結構あるよね。結構ありますよ、200段って。普通のフロア、ワンフロアって、10、
段ちょっとじゃないですか。そんなもん階段生はかかったことないもんな。こう行って折り返す感じだともうちょっとあるか。でも日テレの32階と31階の間すごい階段あるとかなら、スタジオがあるからね。全然あるから天井高いから1階分とは思えない長さだけどね、あれは。そうです、建物によりますね。だからあのやっぱり、もう本当言った通りで、初めもう、その人はゆっくり行ってるわけ。だけども、あ、これ負けんじゃんと思ったら、鳥谷がもう、ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふもうやばい、鉛ですもん。足が。で、動かんって言いながら、これなんとか、でも余裕で抜かれちゃってんの。で、山田、ラグビーの山田さんは、すごいの。やっぱりラグビーだから。足がやっぱ。あとラグビーってこう、横の動きとかパッパって動いじゃん。だから割と階段のあの回転するときとかのあれも上手くて。で、そんなに、あの、リード、あの、変わらずに、あの、神の大地に。ええ、すごい。タッチしたの。で、神の大地は、山の神だ。山の神だから。もうむちゃくちゃ、スタミナのバケモン。スタミナあるじゃん。で、どっち行くんだろうってどんどん追いついていくんだよ。で、あ、これどっち勝つんだと思ったら、神の大地勝った。いや、勝つんかい。あ、そうなんだ。勝つんだ。でももう4秒差。そのスロースタートなのは、もうあえて。スロースタートじゃない。3人一緒のスタートよ。あ、じゃあ、ゆっくりその。あ、そうそうそう。もう、そのペースを守らないと、絶対途中できつくなるって分かっているから。その、あの、チャンピオンの人は、あれなの？じゃちっちゃい、小柄な人なの？それともこう結構。ね、割と、小柄ではないけど、やっぱり細くて。細い。やっぱまあマラソン体型。そうそうそう。まあそうだよね。ラグビーとか野球選手はやっぱきついよ。きつい。体重あるから。なんか武井壮すごいなと思ったよね。200で山田さんつって、400でってぴったし。ちゃんと計算して。あれ300だったら山田さんが多分バテてたと思う。あ、そう。それはだって神野大地選手だってもう普通にやってるから。それはすごい。そうですよね。だって、登りってやっぱ結構しんどいけど、それのトレーニングしてる人ですよね。それの、だって日本一なわけだから。そうですね。すごい。あれ、ああいうの、ああいうのやっぱ見るの面白いけどね。ああいうのテレビで。そうはね。挑戦者ね。挑戦者。そういうのがね、今切り抜かれて SNS で上がってくるから、なんかそれで満足しちゃうんですよ。ああ、なるほどね。それで見ちゃうの？それでなんか見て、ほえーって。あとネットニュースでね。そうそう、ネットニュースでよく知ること多いですね。なんでそういうのは結構あるよね。もう、ほんとそれあるよね。ドラマのネタバレもそうですけど。ドラマのネタバレちょっと。めっちゃします。あ、ニュースで。もうニュース、その、見出しでバレちゃうから。ああ、そうなんだよ。あれ、なんかあったな、俺も見出しで。なんとかの。回収明らかにとか。そうそうそう。しょうがないね、でも。そうですね。10時から、例えば昨日、アンメットっていうドラマやってたでしょ？10時20分ぐらいに家帰った時ってさ、見る？いや、見ない、最初から。最初から見たい。最初から見たい。最初からでしょ。俺結構見ちゃうんだよね。え、途中から。うん。あんまり気にしないんだよ。さすがに10時45分ぐらいから見ちゃう。もうほとんど終わってるじゃん。それはね。アンメットも、なんかの見出しで、なんか二人で焼肉食べてるみたいなのが出てきたんですよ。焼肉昨日食べてましたよね、多分二人でね。なんかそんな情報出さないでほしいじゃないですか。二人で焼肉それでもう察したいもんね。そう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 。それはちょっとバレちゃったなって思ってます。あとその、なんか終わりで、ダーンとか撃たれて、どっちなんだろうと思ったら、次の週でもう、生きてることとかすぐバラすのやめてほしいよ。そうですね。あ、もう次回予告でね。次回予告で。予告でバレてるやつあるよね。あるよね。あるあるある。あれやめてほしいよね。何のための週またぎなんだって思う。そうだよね。うん。あと最近あった、最近気づいたやつなんですけど、その子供が、今は、寝室で寝たら連れて行くんですけど、最初の頃、リビングのベッドとかに寝かし、ベビーベッドに寝かせてたから、寝たらこう、ボリュームをすごい下げるんですよ。だから字幕がないとテレビわかんないから、字幕今つけて見てるんですよね。で、そうすると、予告だと、こう、だって後ろ向いてる人がなんかセリフを言って、その人が誰だかわかんないのに、誰が言ってるか、
後で出てたりするんです。で、あとセリフよりも先に字幕が出たりするから。そう、予告でこれが誰かっていうところ面白いのに。登場人物の名前が覚えられるのすごく。そうなんですよ。カッコサチコとか出てくる。あ、サチコだったんだみたいな風になっちゃったり、セリフ言うより先に字幕が出るんで。それダメだね。そうなんですよ。CM も字幕出るシーンもあるよね。出ます。あれ何なんだろうね。そうなんですよ。だから、広瀬アリスとかが喋ったら、広瀬。この飲み物最高みたいに出てくるんですよ。それうちに、そこまで、その字幕いるのかって、友人とかも出てくるんですよ。その、かっこ友人。隣が分かっちゃうもんね。そうなんですよね。それがね、良かったり悪かったり。そうか、そこまでは配慮されてないんだ。と思うんだけど。予告の時は、こう、かっこ謎、謎の人物とか、いうふうにはしてくれないんだよ。そうなんですよね。そうそうそう。解説版とかもね、今ドラマってあるから、そういう、例えばこう、耳の不自由な方とかも見られるために、あるの。全部、行動、動きとかも、ちゃんと、ナレーションが入る。例えば、まあ、全部のあれじゃないけど、ドラマ、テレビ朝日とか、フジテレビってあるから、結構僕、それもやるとき多いですよ。なんかドラマの仕事のときとかは、一応解説版聞いといた方が、耳で分かることもあるしっていうのがあるから。そう。面白いですけどね。ね、ドラマの仕事が結構増えてんだね、じゃあね。ドラマ解説の。そうだね。ドラマ解説者としても確立してきたね、だんだん。ドラマの、そうだね、番宣番組のね、宣伝部長みたいなやつだからね。すごいですね。だからそれで真犯人フラグ出演決まったじゃん。そうですよね。あの時からもうやってたのか、それをね。そうだよ。それで、なんか、出せますみたいになって、結構重要な役でさ、じゃん。今回もさ、日テレのさ、ドラマにさ、なんかちょっとしたらもしかしたら出るかもしれない。少しなんかそういう隠れミッキー的な感じで、本当に隠れミッキー的な感じで出る。あ、じゃあもう番宣しない、宣伝なしで本当にちょっとしか出てないって感じ。そう、アップがない。アップとかないって多分気づかないと思う。ええ、それすごいね。でもエンドロールとかじゃあ見たら出てくる。エンドロールとかに出ないと思う多分。え、あ、で、あ、本当に隠れミッキーじゃないですか。え、じゃあそれは告知すんの、何週の何のドラマに出ますっていうのは言うのかな。それも、ちょっとここで今言っちゃいけないかもしれないから、ちょっとオフの時に、聞いてもらいたいぐらいなんだけど、まあでもそんなに。夏から始まる新しいドラマ。そう。ええ。の、なんかその。じゃあもうこれ聞いてるラジオの人はもう全部見なきゃいけない。全部見てください。全部のドラマの全話を見ないと。全部見て、どこの回に、ちょっと、映ってたのかを、あ、すごいね、それね。はい。それ今まであったのかな、そういうの。ま、仮面出演ってやつだよね。仮面出演ってかっこいい言い方すればそうだけど、多分何も出ないと思うよ、そのあれが。さすがにでもテロップ出るんじゃないですか。出ない。それは出ない。だって、スターウォーズとかはすごいからね。もう、中にめちゃくちゃ有名な俳優さんを仮面出演させてるとかで、その行き過ぎてもう何、ストーントルーパーの中に入ってるとか、誰もわかんねえだろって。いや。それはわかんねえよっていうやつとか、もうやり始めちゃったりしてるから、仮面出演も結構、海外とか結構こだわってってるよ、あれ。そういうね、多分そういうほどではないんですけどね。まあでも、嬉しかったけどね。もう撮ったんですか、それは。撮ったとかじゃないんだよね。撮ったとかじゃないんだよ。撮ったとかじゃないの。じゃ、なんかこういうののラベルに、実は考えた。なんかちょっと近いかもしれないね。野菜の生産者が僕です、みたいな。あ、そういうの近いかもしれない。あ、そうそう。そういう系かもしれないんだ。もしかしたらちょっとなんかテレビに、画面に映ってるとか、なんかこう部屋の中のテレビにちょっと映ってる。遠ざかった。遠ざかったっぽい。ま、そのラベル系の方が近いかもしれない。近い。そっか。ラベル系。ポスター、選挙ポスターとかね。ああ、ちょっと近いかも。そういう系。ああ、そう。よく見たら。ハリセンボンの。ありましたね。春菜ちゃんがブラッシュアップライフの選挙ポスターにしたみたいなね。そういうのに近い。あんなに目立つほどじゃないと思います。ええ、全然。多分。まあ、その放送見てないからね。難しいですね。楽しみにしていただきたい。はい。はい。ね、それでは、そろそろ行きましょう。The Radio Show!
ナイツアラジオショー、本日もよろしくお願いいたしま す,、はい、します。さあ今日は2時台にタモンズの2人が、2人揃って来てくれます。はい、はい、そんな中皆さんからのメールも募集します。今日のメールテーマはこちら、ごちゃごちゃ。はい、先週花輪さんが地下芸人ラジオで双子のコンビ千崎の2人と話してる時、はい、翔太と浩平を翔平と浩太とごちゃごちゃ読んでしまったという話がありました。覚えなくてもいいって思ってるからってもあるけどね。まあまあまあ、そうなんですよ、ね、真剣に覚えようとしてないっていうのが翔太と浩平、分かんなくなっちゃう。さあ、そんなリスナーの皆さんが名前と顔がごっちゃになってしまう芸能人や間違って覚えていた言葉など、さっきの山崎怜奈さんとかね、同姓同名の方なんかもいましたけど、そういった話を教えてください。来てますね、はい、ネクタイ軍曹さん、僕がごっちゃごちゃになってしまうのが、向井治さん、向井治なのか向井さとしなのかが分かんなくなっちゃって、パンサーの仲間入りを果たしそうになってしまう。なるほど。朝は向井さとし、さとしなんだ、さとしです。え、同じ字で、え、いや違います、ただ一文字っていう。ああそっか、向井で、で名前が一文字、うん、あ似てるね。あ、でも分からんではないですね、はい。おさむもこれ、まあ、あの読めりりみたいな、そうすぐ読めない、ね、そうだね、向井おさむで、でも音で覚えてる、向井おさむ、そうだね、確かに、ひとくくりでね。だからチャリで30分の方が向井さとし、はい、なんすか。チャリで30分の方が向井さとし、サドルーレットで同じです。サドルーレット、そのマシンガンズゲストに出てました。聞いてます。マシンガンズ出てましたね。コーナーなかなか行きたがらない。おさむの方は、おさむゲゲゲの女房、おさむの方はゲゲの女房、ゲゲの女房の方とチャリで30分の方、チャリ30分ちょっとなんですけど、それごっちゃにならないね、そこまで違ったら。そうですということなんでしょうかね。はい、そうですね。ケイちゃん、宛先お願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com、rs@1242.com、X はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。火曜日は黄色のサインペンとなっております。メールには住所、本名、電話番号も忘れなく。それではナイツラジオショー、この後3時30分まで生放送です。この番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ラジコで聞いても日本放送です。参加費無料の生活の窓口、資産運用セミナー。知っておくべき債券投資の秘訣、なぜ今債券に投資をする必要があるのかを、7月29日月曜午後1時30分から日本放送で開催します。詳しくは日本放送生活の窓口セミナーで検索。こんにちは、小沢幸義です。ここで一つストレッチいかがですか。はい、両腕を広げて、そのまま頭の上へ大きく円を描いて、白鶴丸、日本の酒白鶴の丸、お酒は二十歳になってから。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら、天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。繰り返してくれる？ 157-999。はい。キャッシング、カードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とは、カードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと、手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在、お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは 0120-10-10-10-10-10-10。大東建託グループプレゼンツ、日本放送ショーアップナイター、今日夕方5時50分。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。
本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは、圏央鶴ヶ島インター付近に大型トラックが故障して止まっているため10キロ渋滞しています。京葉道路の下り線は京葉ジャンクション付近で乗用車とオートバイの事故のため、首都高速道路7号線に伸びて5キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の内回りは銀座に乗用車が故障して止まっているため2キロ渋滞しています。中央環状線の内回りの熊野町ジャンクションと西新宿ジャンクションの間の事故に伴う通行止めは解除され通れるようになっています。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお伝えします。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は大東建託グループ、サントリーセサミンバイタル、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。あなたとハッピー、柿原忠です。那須恵理子です。長期金利の上昇で住宅ローンの負担はどれくらい増えるのか、明日も登場、森永卓郎さんが独自に検証します。ゲストは社会問題を身近に伝えるお笑いジャーナリストの高松奈々さんです。柿原忠、あなたとハッピーは明日の朝8時スタート。日本放送さあ、ナイツラジオショー、この時間は日替わり企画です。火曜日は月一特別企画のこちら、ダイヤモンド野沢のクイズ面白まるまる。はい、火曜月一準レギュラー、ダイヤモンド野沢輸出くんです。よろしくお願いします。お金もらってんの？お金、これでお金もらってんの？面白い。ちょっともらってますよ。そんな言い方とんでもない野郎だな。ちょっともらってますよ。いや仕事で来てでしょ。それなんで俺ただで来てるんですか。どういうことなんですか。俺ただでやらされて、面白いバルバルさん、めちゃくちゃネタ提供してるじゃん。金もらってんの？俺マジで来てるんですよ一応。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけっていうのもあれだな。こんな質問から入るからね。さあ、じゃあこちらどんなコーナーでしょうか。はい、こちら、あの、僕が数年前から X で毎日おもしろ〇〇っていうのをつぶやいてまして、はい、それをあのクイズ形式で、出題する企画でして、はい、まあ、例えばおもしろ肌だったら肌アメゴみたいな、ああ正解、そういうことね、そういうのをやっていくと、はい、まだありますか。まだ、もう用意してきました。ありがとうございます。じゃあ第1問、面白モデル。モデル？モデル。読者。読者モデル。違いますね。面白モデル。そのモデル？そのモデルっていうかモデルですね。はい、何モデル？何モデル？プラモデルは。プラモデルは面白いんですけど。そういうどっち？違います。どっち系？どっち系？読者モデルの方ですね。読者モデル系。なんとかモデル。モデル。だから、なんていうの、あ、まあでもそういう、あれ、なんとかモデル、モデル、聞いたことある言葉ですか。はい、あります。なんとかまあでも読者モデルみたいなことですかね。雑誌、みたいな、読者モデルみたいなことじゃないか。チラシモデル。違います。読者モデルみたいなことみたいなことでもないか。なんとかモデルですね。なんとかモデル？まあ、よくモデルっていう、なんだろう、言葉が全然思い浮かばない。まあ、いきますか、正解。面白モデルは、お騒がせです。お騒がせモデルって何？お騒がせモデルですよ。お騒がせモデルって何？お騒がせセレブみたいな。お騒がせモデルって、いるじゃないですか、外国の人は。お騒がせモデルでしょ。外国の見出しで出てくるような感じですね。そういうことね。まあそういうことです。なるほど。オッケーオッケー。次、第2問。はい。面白ペン。ペン？ペン？面白ペン。ペン。面白ペン。ペン。ペン？そう、シャーペンとかのペン。はい、そうです。ボールペン、シャーペン。ペン。面白ペン？なんとかペンっていう。なんとかペン。っていうこと？はい。モコリンペン。
モコリンペン。知らないか。モコリンペン。あるね。モコリンペン。蛍光ペン。あ、蛍光ペン違います。そうですけどね。蛍光ペンも。ペン。なんとかペン。なんとかペン？なんとかペンって何？他にある？ペンですね、普通に。ペン。普通のペンで、なんだろう。ちょっと、面白い。面白いやつ。使ったことある？使ったことは、あるとは思いますけどね。なんだろう。いますか、正解。うん、面白ペンは、羽ペンです。羽面白いって言うけど。モニットとかでさ、うん、面白いですよ。羽説明するときとかに、ね、羽がついてるんですよ、ね。あのマークシートにあるって、使ったことない。場外馬券場でいっぱいある。羽ペン、あれ羽ペンって言うんですか、あれのことじゃないの、羽ペン。いや、本当に羽がついてる方です。羽が、本当に羽がついてる。国交条約とか書いてるやつ。あれね。羽ペンね。あれも羽ペンなんですかね。どうなんだ、あれ羽ペンって言うんですか、わかんない。確かに。第3問、うん。はい。面白休み。休み？休み？まあ、なんだろうな。休み？面白休み？まるまる休み。まるまる休み。休み休み。ああ、違います。そういう考え方もいいかも。そういう考え方。都の日。都の日、あ、東京都民の日、ね、都の日、はい、そうじゃなくて、そういうのではないですけど、休み休み、休日ってことですね、休日ね、丸々休み、丸々休み、まあ、春休み、春夏、冬休み、夏休み、夏休み、夏休み、お茶、何休みだろう、何休み、何休みだろうな、ずる休みじゃないもんね、あー、でもそういう感じですかね、そういう感じ、そういう感じ、ずる休み、ちょっと形容詞ですかね、どっちかというと、形容詞、形容詞、何の休み、なんとか、なんとか休み、なんとか休み、なん形容詞、何休み、行きますか、正解、玉の休みです。玉の休みぐらい言うけどね、玉の休みって、でもそういうことだね、玉のってあんまんないよ、玉のってあんま言わなくないですか、休みから、まあまあ、確かにね、玉の休日、玉の休み、休み、そうね、じゃあ第4問面白自転車カスタムです。え？自転車カスタム？自転車カスタム。自転車カスタムって何？自転車カスタム、あれじゃない？やっぱり車輪のあの、はい、ワイヤーの間に、はい、あ、あれって何なの？あれって何なの？何のためにやってんの？何のためにやってんの？あれ、わからないです。テニスボール入れたんだよね。テニスボール。なんであれテニスボール入れてたんだろう、ね、今いないですもんね。いないね、見ないね。今見たことないですね。車輪にテニスボールです。正解、大正解。正解です、一発で。あれ何なの？あれ何なの？あれ何今思ったら、ね、昔はめっちゃいましたよね。あれカスタムじゃないですよ、自転車の。テニスボールを運ぶときにあそこが一番便利。そういうことなの？そういうことじゃないのかな、テニス部なのかな、じゃないんじゃないテニス部だったのかな、テニス部、いや、めっちゃ昔ありましたよ、ね、昔なんか入れてる人いた、今は見ないんですけど、ね、うん、今見ない、なんだろうね、何なんだよくわかんない、確かになんか代わりになるものじゃないしねそうですね、いらないです別に、うん、だろうね、謎、じゃあね第5問、はい、面白湯、お湯、お湯の湯ですね、湯、そのお風呂のかけ湯とかそういうこと、あ、そうですね、あ、そっち。なんとか湯。歌せ湯。寝湯。寝湯。寝湯。もう正解です。え？歌せ湯です。あ、ごめん。歌せ湯。先に言っちゃった。歌せ湯。歌せ湯だった。湯っていうか、上からじゃんみたいなこと？そうですね。歌せ湯ってなんだってことね。ただ落ちてるだけなのにね。正解です。これが、面白湯は、歌せです。確かに。落ちてるだけなのに何が打たせだってことだよね、うん、以上ですね、はい、ありがとうございます、いや、ありがとうございます、素晴らしい、今月も楽しく勉強できました、うん、さあ野沢君何かお知らせありますか、はい、毎月はツーマンやってまして、ツーマンやってるね、毎月やってるんですよ、うん、来月は、7月28日21時からエバーストツーマンで、うん、はいはい、やりますんで、うん、普通お金もらってんの、もらってますよ。なんで俺タダでやって、小学生だと思ってるぞ。趣味でやってる。丸坊主になって。趣味でやってるわけじゃないですよ。可愛くなったけど。うん、以上、はい、ダイヤモンドの座クイズ面白い。利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。
まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはお電話を。0120-10-10-10-10-10-10。天然植物活力液 HB101。野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。HB101 は0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。7月13日土曜日からの3日間はスペシャルイベント、日本放送開局70周年、有楽町笑顔になあれステーションを開催。有楽町の日本放送本社と JR 有楽町駅前広場で番組の公開生放送やイベントなどを実施します。詳しくは日本放送のホームページで。ここで就活協議会からお知らせです。介護施設への入所や病院への入院の際に身元保証人が求められることをご存知でしょうか。身元保証人を用意できないと入院や施設への入所が難しくなるケースがあります。たとえ家族がいても遠くに住んでいたり、すでに高齢だったりすると身元保証人になれないこともあるため、いざという時に困ってしまう方もいます。緊急連絡に対応したり、入院時や退院時に付き添ったりは、身近に住む家族ですら何度も対応することが難しい。そんなことも考えられますよね。一般社団法人就活協議会は、そんな身元保証を家族に代わって引き受けるだけでなく、入院中の買い物や入退院時の付き添いといったサポートも行います。また、万が一の際のお手続きなどもすべて一括してお引き受けしています。詳しくは資料をご確認ください。資料請求は0120-111-859。0120-111-859へ。朝10時から夕方5時まで受付しています。日本放送を聞いたとお伝えください。以上、一般社団法人就活協議会からのお知らせでした。日本放送ナイツ The Radio Show。 続いてハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、久米さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えいたします。横浜今30度、曇ってはいますがやはり暑いです。さて、崎陽軒、台湾崎陽軒、台湾政府系商社ミタグリは今年もコラボレーション企画として台湾プレミアムマンゴーの受注販売を崎陽軒通信販売及び一部のロードサイド店舗で実施しています。寒暖差の大きな産地で収穫され、糖度が高く香りが濃厚で果皮がきれいな赤色が特徴の台湾プレミアムマンゴー。この季節にしか出会えない温暖な気候と太陽の降り注ぐ台湾の美味をぜひお楽しみください。台湾プレミアムマンゴー 5kg、 およそ10玉から14玉、価格は送料税込み 16,500 円で7月8日月曜日まで受注販売しています。発送は7月初旬から下旬、一部の地域では送料が別途発生しますのでご了承ください。また数量に限りがありますのでお早めに。詳しくは崎陽軒のホームページをご覧ください。さらに崎陽軒本店地下1階にありますビアレストランアリババでは、今月30日日曜日まで限定メニューとして台湾産フルーツ、こちらも名産のパイナップルを使用したシューマイ、チャーハン、フリットを召し上がっていただけます。パイナップルの味わいが各食材とマッチした美味しい一品です。ぜひこの機会にご賞味ください。以上、横浜のスタジオより久米知恵がお届けいたしました。今日のテーマが、はい、ごっちゃごちゃというテーマなんですけど、なんかわかんないこととか、あのごちゃごちゃするのが、あの地名なんですが、あの練馬 のエコだとエゴタ、なんか、あの大江戸線だとエゴタだけど、とか何かあれがすごい、中野区エゴダって言うんですよね。そう、中野にあるんですよ。エゴダっていうのは練馬区にないんですよね。駅だけだと駅は練馬にある、ね、エゴダ駅っていうんですよね。それがまずややこしい。あそこは正確に言うと栄町なので、エゴダ駅はね、うん、そうなんですよ。
そうなんですよね、もっとごちゃごちゃしてきました、ね、ごちゃごちゃそうですよね、はい、また後でお願いします、はい、ありがとうございました。まだある後でまだいいことある。ラジオをお聞きの超人の皆さん、アニメ筋肉マンパーフェクトオリジン編でミート君を演じています上坂すみれです。筋肉マンについてとにかく喋りまくる30分、それが筋肉マン超人ラジオ、毎週月曜夕方6時50分からです。ぜひ聞いてください。オージー時刻は1時50分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク小永井さんお願いします。はい、お伝えします。大阪・関西万博の参加国を集めた国際会議が今日から2日間の日程で奈良市で始まりました。これは万博を運営する日本国際博覧会協会が開いたもので、開幕まで300日を切る中、パビリオンの出展に関する情報の提供が目的です。万博協会の石毛博之事務総長は、開幕前日の来年4月12日に開会式を実施する、準備の関心は建設から会場運営に移っていると述べ、円滑な運営に向けた連携を呼びかけました。外務省によりますと、大阪・関西万博には今月18日の時点で161の国・地域と9つの国際機関が参加を表明しています。今日午前10時ごろ、東京江戸川区北葛西のコンビニエンスストアに車が突っ込み、客の男女2人が怪我をしました。2人は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。警視庁は自動車運転処罰法違反の過失傷害の疑いで、車を運転していた80代の男を現行犯逮捕しました。男はアクセルとブレーキを踏み間違えたと話しているということです。さて、昨日現在で交通事故による都内の死者が速報値で69人と、去年の同じ時期と比べて21人増えている中、警視庁は今日、お笑い芸人の人気コンビハリセンボンの近藤春菜さんと、ナイツザラジオショーの木曜パートナーでもある箕輪はるかさん、それに俳優の浜田辰臣さんの3人を今年度の交通安全広報大使に任命する委嘱式を警視庁本部で開きました。挨拶した警視庁交通部の大久保正彦部長です。素敵な笑顔が東京の街にあふれますように、交通事故に遭わないためのメッセージを幅広く都民の皆様にお届けしていただけることを心から期待を申し上げます。一方、交通安全広報大使に就任したハリセンボンの近藤さんと箕輪さんは次のように意気込みを語りました。皆さんに交通安全気をつけていただけるように、そして私自身も気をつけるように、交通事故を起こすんじゃねえよという気持ちで常に持ち頑張りたいと思います。交通安全をしっかり守って、皆さんと一緒に学んで、あだ名が交通安全になるぐらい頑張りたいと。変なあだ名交通安全広報大使の期間は来年2025年5月までで、今後ハリセンボンの2人と浜田さんは警視庁の交通安全の啓発動画に出演したり、イベントなどに参加して交通ルールを守る大切さなどを呼びかけていくということです。この時間のニュースは以上です。小永さん、ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える、暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業。ナイツ The Radio Show。ビールいただいてます、はい。ラジオネームわらびもちさん。おぎやはぎのお二人が深夜のラジオで、うん、花輪さんが3本のドラマを同時に見ているという話題になり、うん、花輪はあいつはダメだな、うん、本当にあいつはダメなんだよな、うん、とおっしゃってましたよ、うん、昨今の何でも時短で見る風潮、ナイツさんやケイさんはどうですか。おぎやはぎさんは確か野球も7回くらいでいいと言っていたと思います、うん、聞いてたよ。あ、聞いてたの。要するに全部そのテーマが1日中その
コスパとかそういうののテーマだったタイパとかタイパの テーマ でその3本同時に見るとかがもうそういう象徴だと、うん、そういう 1.5 倍で見るとか、だから小木さんも結構 1.5 倍で、私もドラマ倍速で見るときあります、ね、倍速で見るの、うん、分かる、たるいときとかあるので、ね、あと結末だけ知りたいけど、うん、一応伏線とかもあるかもと思って一応早2倍とかで見るときあります、うん、軽いドラマも見なきゃダメなの、うん、わそのダメってことは好きだから見てるだけだからでも軽いの、軽いやつ倍速がいいの、うん、好きだったらでも1倍速で1本でじっくり見たい、いや携帯いじりながら見るぐらいのがちょうどいいドラマとかもあるじゃないですか、うん、それは携帯をいじりながら1倍速で見るドラマは、うんうんうん、携帯なしだったら2倍速で見ないとしんどいです、うんうん、わかりますよね、わかるわかる、だから別にだってその機能があるからそれを技術を駆使してるだけで別に早く見ても面白いものは面白いからね、別に面白いんだ、面白い、早く見ても面白い、面白い、へえ、そういうだから間とかをちゃんと見たい人とかはあんまりしない方がいいんだろうけど、うん、まあ、そういう意識はあんまない、ね、うん、普通になんか聞き取れなかったりするのかなって思うけど、字幕、見たことない、字幕がね2倍速でもつきますよ、あるし全然聞き取れるよね、うん、はい、慣れちゃったら逆になんかやっぱ一枚が遅いなって感じちゃう時あるんだよな、うん、めっちゃわかります、遅くなってくるんだ、うん、なんか遅くなる、だから最近そういう人多いから、うん、ゆっくり喋るってんじゃないかなって思う時あるもん、 1.5 倍に合わせてあえてゆっくり喋ってんじゃないかなって思う時、ドラマの方が、ドラマの方がで YouTube とかさ、うん、めちゃくちゃ早いやつあるよね、あ、説明がめちゃくちゃ早い YouTube とか、あ、ある、あれは倍速してないでしょ、しないで、普通にそれにちょっと慣れてんのかもね、うん、何やるのか何やるのか何やってんの、うん、それを俺 1.25 倍、そう、早すぎるでしょ、さらに、え、じゃあ 1.25 倍の、はい、遅さ、あ、 0.75 か、あ、遅くしたにしたら早すぎちゃうから、うん、まあまあ聞き取れたんだよね、一応その 0.75 倍とかあるのはそういうことなんだ、うん、聞き取れないっていう人もいるのか、そんな、なんでそれ早いの、あれ確かに、うん、なんであんな早いんだろうね、もうなんか間を詰めて詰めて編集してんのかな、あれ、ああ、長い動画だとも見ないからな、あ、あ、そうかもしれない、うん、あの細かすぎてのあの、はい、エステのやつ面白くない、めっちゃ面白かった、エステの人、ステ3文字の名前の女の子、うん、何さんだったかな、なんだっけな、うん、うん、女の子、面白かった、今回のみかんじゃなくて、じゃないですか、三文字名前つくみたいな、なんかそういう系のエステサロンの、うん、ああいうマッサージとかの女の人に聞き取れないと、何でございますか、なかなかよろしくお願いします、そんな感じなの、本当に本日の施術ですけどめっちゃ面白かったよ、ね、めっちゃ面白かった、え、オイラ、オイラ、オイラ女の子なんだから、面白かった、バチバチのつけまつげつけまつげして、ありがとうございます、めっちゃ面白かった、そんな感じなの、エステの人って、なんか私もあんまり行ったことないけど、うん、いそういるんだろうなっていうような、っていう感じか、うん、あ、そう、うん、上手に、すごい上手でした、ね、面白かった、うん、あの市川刺身が優勝したんですよ、はいはい、あ、そいつドイツの、はい、面白かったよね、面白かったですね、うん、そんな、うん、細かすぎての初出場、初優勝です、はい、さ、すごいですね、うん、すごい緊張文庫、私は猫に、今朝起きた時、陽子さんは珍しくベッドの掛け布団をきちんと整えた。そして丁寧に歯を磨いて、鏡の前で口角をギュッと上げて笑顔を作った。これは何かがうまくいっていない時に陽子さんがよくやるルーティーンだ。ふと出窓に目をやると、昨日買ってきた新しい蚊取り器が置いてある。その視線に気づいた陽子さんは、たまちゃんよく引っ掛けてたでしょう、電気カトリのコードと言って私を抱き上げ、新カトリをよく見せようとした。本当だ、コードがない。でも私が引っ掛けたのは2回だけ。あの人はしょっちゅう引っ掛けてたけど。緊張の新カトリ、電気を使わず蚊が落ちます。使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。あなたの愛車一番高く買い取ってくれる中古車店、わかりますか？実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。たった1分、愛車の情報を入力すれば最大10社の査定額が届きます。比べれば一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら車たかしで検索。ベリーベスト法律事務所より
集団予防接種により B 型肝炎ウイルスに感染した皆様へ、昭和16年から63年生まれの方を対象とした最大3600万円の給付が現在行われています。給付対象のご確認は 0120-70-7000 番 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。